江南中で10月31日睡眠マネジメント講座が開かれました。広島国際大健康科学部の田中秀樹教授が学力・運動能力を伸ばす睡眠法と題して講演し、全校生徒と教職員、保護者ら450人が睡眠の効用や質の良い睡眠の取り方を学びました。生徒たちが質の良い睡眠で生活習慣を整えることを目指し、初めての試みとして同校が主催、保護者や地域住民にも公開しました。田中教授は、ワクチン接種の前夜にたっぷり寝ると抗体の量が増えるといったエピソードを披露。続いて、早寝早起きする高校生は深夜まで勉強する高校生よりもテストの成績が良い、カナダのプロバスケットボール選手が睡眠時間を長くしたところ、フリースローやスリーポイントシュートの成功率が上がったなどと例を挙げ、睡眠が脳や身体に及ぼす影響を説明しました。睡眠をしっかり取るに越したことないね。でもどうしても前の日睡眠が足りなかったっていう時には、ちょっと授業の合間とかにちょっと短い仮眠をする。でも、ね、じゃあ授業中眠った人手挙げて。授業中眠った人、うわめっちゃ多い。はい、おはようございます。じゃあ眠気を防ぐ方法、ね、眠気を一番減らす一番簡単な方法は何かというと、この仮眠なんです。ちょっと短い仮眠をする、10分程度ね。で、その次、でも、ね、昼休み以外とか、ね、休憩時間以外にしてたら授業中やってたら怒られちゃうから、じゃあ授業中眠たくなったらどうしたらいいか。はい、手を殴ったり連れても全然効かないです。はい、やり方を教えます。はい、両方の手を挙げて、指と指をくっつけて、で親指をぐるぐるぐるっと、ぶつからないように親指をぐるぐるぐるっと回す、うん、それができた人は人差し指を回す、ぐるぐるぐる。人差し指が難しい人は小指でもいいよ。とにかく今みたいに指をくっつけてぐるぐる回すと脳が刺激されるので、結構寝てしまいそうな時でも我慢できます。寝る前にスマホを見ない。はい、じゃあ次、他には、はい、君、朝ごはんを食べる。その上で、寝る前1時間はスマートフォンやパソコンに触らない、太陽の光を浴びながら朝食をとる、休日の朝寝坊は2時間以内に、悩み事で眠れないときはゆっくりと腹式呼吸をするなどと具体的にアドバイスしました。委員長の早江です。本日はお忙しい中、江南中学校に来ていただき、僕たちのために応援をしていただきありがとうございました。これまで睡眠について深く考えることがなかったので、田中先生のお話はとても興味深く分かりやすいものでした。その中でも特に勉強と睡眠が深く関係していることが思い残りました。これからの生活で田中先生がしてくださったお話を思い出しながら、毎日がより充実したものになるように頑張っていきたいと思います。生徒を代表して保健体育委員会委員長の早井唯人君は、睡眠と勉強が深く関係していることがよく分かった、田中先生の話を心に留め、毎日がより充実したものになるよう頑張りたいと感謝を述べました。